はいどうも皆さんこんばんは、和道です。今日はですね2018年、4月の4日だよねのちゃん。21時47分です。よろしくお願いします。5日です相変わらず時間の感覚がないですね。今日は5日です。おーみつけいらっしゃい。はいこんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。さてまあ今日も部屋を片付くところからスタートしましょう。なんか荒野が死んじゃったみたいね。もうなんか配信会のさ途方って言うんだっけ、死んじゃうの途方が多くて、もう荒野死んじゃったのかな本当に。はいこんばんは。はい和田飴こんばんは。はいこんばんは。荒野死んじゃったのかな。ちょっと状況わかんないけど、あいつカートコバーに憧れてた部分はあったからさ、なんか勢いでパッとオーバードーズとかも結構するじゃん。だからありえるよね。全然ありえる話だからやだよな。バンドメンバーつうかボーカルだよあいつが。死んだら何もなんねえよ。やだな、生きててほしいよな。過去形の話をしてた荒野、生きててほしいよな、死んでほしくないよな。まして若いんだからさ。はいワトツーマキルいらっしゃい。ふわっちは規制はかかんないでしょ。いや聞いたよ八王。いやだなぁ、なんか知り合いが自殺とか一生懸命。あ、そうそう、 UFO キャッチャーでブルマ、セクシーなブルマを手に入れました。ここに飾ってある。で、超テンション上がったのが UFO キャッチャー大の大冒険ですよ。大の大冒険大好きなんだけど、あんまりジャンプ黄金世代だから人気がなくて、まあ今では人気、大人気だけど、あの時黄金時代でさ、ドラゴンボールとかやってたからフィギュアとかなかなかなかったんだよ。めちゃめちゃかっこいいよ大の大冒険のフィギュア。アバンストラッシュやったよね。アバンストラッシュすげえかっこいいの。ヒュンケル派か。俺ポップがいいな。そう、今飾ってるフィギュアコーナーに。若いっつうかさ、俺はね、なんか自殺はやっぱ悲しいわけよ。自殺はさ、やっぱ肯定できないよ。ラナルータじゃない、ラナリオンだね。ラナルータ出てくるっけ？ラナリオンじゃなかったっけ？ねえ、大の大冒険から本家に移植された技、グランドクル、大の大冒険ヒュンケルが使ってたグランドクルスが、グランドクロスって技になったり、ギガストラッシュっていうのはギガスラッシュって技になったもんね。メドローはいいよね。ポップがいいんだよな大の大冒険は。これね、そのジャンプ50周年フェアで悟空、超かっこいい悟空と、これまたね渋いんだよ。方針演技なんだよ。方針演技大悟空なの。あの話は繰り返しちゃいけないんですよね、連鎖してしまうので。まあまあ、その、なんて言うんだっけ、そういうの。
いや俺はね別に何だろう、そこまでのテレビとかだと影響力あると思うけど、なんつうんだっけ後追い自殺ってやつか、そうそう、ジャンプシリーズ後追い自殺、まあ俺らそこまで影響力ないから別にいいんじゃないかなと思うけど、どうなんだろうね、難しいよね。あなたの話っつうのは自殺のことね、要はあのヒデとか、まあ荒野の後追い自殺はちょっとイメージ湧かないけど、でもね、あの死に憧れるとかオーバードーズとかやっぱダメよ。ヒデは後追いすごかったね、ヒデと尾崎豊か、やっぱね肯定できないよ。あの惨めでもだらしなくてもみすぼらしくてもいいから生きてる人が好きだよ。俺フィギュア大好きだよ。何言ってんの、ハマったんだよ。 UFO キャッチャーもともと好きで、 UFO キャッチャー結構行くんだよ。はい、こんばんは。他のバランス崩してる人に影響を与えてしまう、あ、わかるよ。まあまあ、だから別に助長はしてないから、逆に相談してよ。あのね、負けるね、なんつうんだろう、俺はね、タブーは余計ダメだと思うの。話しちゃいけないことなんて世の中にないと思ってるのね。言論にタブーを設けたらアウトだと思ってるんだ。ただ言い方ね、松本人志も言ってたけど、自殺をするやつが一番悪いっていう、自殺は絶対肯定しちゃいけないんだっていう、俺はそれわかるよ。あの俺も自殺未遂あるけど、やっぱり生きていかないといけないんだよ。いやいや、 UFO キャッチャー全然1000円2000円で全然取れるよ。今のフィギュアクオリティ高いよ。お金かかんないよ全然。だってこれでさ1500円ぐらい取ったんだかな今回。これめちゃめちゃクオリティ高くない？これめちゃめちゃクオリティ高いよ。俺がさ小学生の頃とかこのクオリティじゃなかったもん。一種類だけあったけど。そうそう、自殺は自分を殺す殺人だって。これ大の大冒険の大だね。しかも後ろのあの大の剣、大の剣、これ抜けないのかな。これ抜けたら激アツなんだけど、抜けないか、さすがにそこまでギミックでもね、しっかり作ってるよこれ。クオリティ高いよ。しかもスタンドもかっこよくて、スタンドがこれなんだよね。これレベル高いよすごく。これ市販で5、6千円でね。死にたいやつはね、死ねばいいっていう人は俺あんま好きじゃねえな。で、しかもこの前撮った竜王のところに飾ってあるからいいんだよ。てかブルマめちゃめちゃセクシーだよ。最近のね、フィギュアなんか妙にエロいよね。造形師がすごいんだよ。こんなブルマ。悟空は俺は、な、悟空はいっぱい出てるからいいやと思って。大の大冒険とブルマは絶対撮らないとと思って。アバンストラッシュ知ってるっていうか、俺もう全然前回読んでたし、大好きだよ。大の大冒険たまらんよ。ブルマかわいい、初期のブルマかわいい。ベジータの女になってからね、ダメだった。っていうかさ、ブルマのさ、もうやりまん具合最高だったよね。ヤムちゃんと付き合ってたさ、ナメック星に行った時、ブルマなんて言ったかっつったらさ、悟空の成長した姿見てね、失敗したなって言うんだよ。あれは名台詞だよね。孫くんにしとけばよかったって。孫くんにしとけばよかった。ギガブレイクだね。ギガブレイクだね、親父の技は。で、あのダイがね盗むんだよ。ハドラーと戦う時に瞬時に出す技がギガブレイク。ただダイはあの呪文がギガデイン使えないから、ライディーンのなんだけど、ライディーンを使ったギガブレイクを使うの。要は未完成のギガブレイクをぶちかますので切り抜けるんだよ。あー、ブルマはねセックスシンボルだからね。ダイの大冒険いい漫画だったよな本当に。まあブルマが脱いだんじゃなくてウーロンが脱いだんだけどね、厳密に言うと。あれはだからウーロンだよ、変身したウーロンが抜いた。いやブルマがやりまんでしょ。そうそう、バランね。ポップが泣けるんだよ。ポップが弱虫でいつも逃げ出すんだけど、どんどん強くなってくんだよ。
大の仲間はマームね。マームと、レオナ姫かな。レオナ姫、レオナ姫ですね。羽のついたスライムとかもうみんな名前を忘れすぎ。ゴメちゃんなんで忘れるの。大の仲間とかさ、羽のついたスライムとかさ、ひどくない？お前ら人間か？ゴメちゃんだよ。またの名を神の涙だよ。あれ神の涙だっけ？神の雫だったかな。あれアイテムなんだよ。羽すらじゃない、うん、羽スライムじゃないです。クロコダインね。クロコダイン、途中までクロコダイルって言っちゃう。あるあるね。獣王快進撃。でも快進撃は良くない。え、じゃあ最初は痛恨撃だったんだよ。初期の技は獣王痛恨撃っていう技だったんだけど、おじいさんが痛恨は敵キャラが使う名前なんだよ。だから痛恨っていうのは良くないな、快進撃に変えようっていうのがね、あれが仲間になったっていうエピソードなんだよ。あれはドラクエファングッとくるんだよ。その敵がダメージがボーンって入ると痛恨なんだけど、味方は会心なの。だから敵から仲間になったっていうのはセリフから読み取れるんだよね。あれ？タバコがない。羽のスライムはだからゴメちゃんだっつーの。羽スライムってやめて。うん、あーワンピースのクロコダイルね。ありがとう、ハートありがとう。おいっす。ゴメちゃんアイテムなんだよ。心が通じるアイテム、願いが叶うっていう魔法のアイテムなのね。でそれが泣けるのがね、神様が与えたすっごいレアアイテムなの実は、ゴメちゃんは。で天から降ってくるので、人モンスターの島で育ったダイは幼心にその神の雫が天から降りてきて初めて手に入れたアイテムになんて願い事をするかっていうと、僕の友達になってよっていうの。泣けるでしょ。だからゴメちゃんはあの人間とやり取りするの、ダイが大好きな。実はアイテムだったの、魂を与えたのはダイだったの。だからね、確かダイの代わりに身代わりになるんだよね。一回命が尽きた時に復活するアイテムなの。泣けるよ。クロコダイルの後に傷なんだったっけ、なんであるんだっけ。アベルの冒険俺結構好きだけどね、うん、ゴールデンメダルスライムだ。そう、正式名称ゴールデンメダルスライム。そう、激レアだよ。クロコダインの顔に傷があるの何だったっけな。目に傷があるのはダイの多分第一山が決まった時だと思うよ、ズバッと。うん、第一山だったと思うな。最近ゲーセンのフィギュアクオリティ高いね。あ、そうだ、あの T シャツごめんなさい、あの購入して入金してくれた人ね、今コンビニ3軒行ったんだけど、今あのレターパックが売ってなくて、明日朝郵便局買いに行くんで明日送ります。昔おすすめの漫画を後ろに平置きしてました。今ね棚にもう飾っちゃってるね、部屋の収納の問題で。うん、飾ってた飾ってた。職人さんすごいよね。実はね、あのシルバーの人とかがぶっこ抜かれてるんだって。シルバーの職人さんとか造形うまい人はね、タミヤとかね、なんだっけ、海洋堂とかね、やっぱ引き抜き合いらしいよ。もうすごいんだって。一個のワックスで作る造形とかもすごい高値で、一個何十万っていう世界。もう本当の有名な人だって何百万だって。だからゴジラのさ、シン・ゴジラの人もすごいらしいよね。海外のフィギュアクオリティ高いんだ。まあフィギュアはね、男のロマンだからね、しょうがないんだこれは。女の人にはわからない。フィギュアは男のロマン。もう女子供が口出す問題じゃないから、これは。女子供は知らなくていい世界だから。巨大なフィギュア欲しいね。うん、あるよねお店とかにね、タイガーマスクとか。自殺は考えたことじゃなくて、俺僕考えたのは3回、本気で考えたのは3回。
で未遂は1回ありますよ。うん、デカ金消し、あ金消しね、金消しね、はい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 。俺はその世代じゃないかんね。じゃああれじゃない、あのスーパーカー消しゴムとかもそうじゃない、世代じゃない。俺は子供の頃たまごっちとかバトル鉛筆とかだったな。バトル鉛筆ってコロコロサイコロみたいに転がすとドラクエのさ、バトルができるっていう鉛筆があったの。キャップつけて攻撃力とか武器が、武器とか装備がさキャップなんだよ、バトル鉛筆ってあったでしょ。あれ面白かったな。自殺じゃないけど自分は死んだ後壊そうって恐怖感がある。いやいやそんなことないよ、死ぬ死は救いだよ、うん、だから一生懸命生きないとダメなんだよ、一回しかないからね。今筋肉マンフィギュアもすごい、悪魔将軍とかあれだよ。だからさ、あのカズさんいるじゃん、ボクサーのカズさんが、カズさんのあのサムネイルってあれ筋肉マンのゆでたまご先生が書いてんだよ。あの忘年会毎年呼ばれるんだって、もうボクシングファンで。うん、バト編懐かしいよね。人間は一回だからこそ、一生懸命やるには一回で十分なんだよ。で一生懸命やったらいいんだよ、一生懸命、たった一回の人生を今回だけだって思って。取り返しはできない、リセットボタンないからね。だから俺は生まれ変わりは絶対肯定しない。そう、無駄っつうかね、楽しむことね、まあ、基本的に全部無駄だから人間のことやってることなんか。でも人間のためにはなるから、人間だけのためには、未来のね、俺ら生命の業だから、それはだから生きてる人のために、未来のためにずっと生きていくんだよ。死ぬ前の脳内麻薬、そうです、そうそう、そういうこと、そういうこと。うん、荒野死んだのかな、どうなんだろう、追悼しろっつうか、俺状況が分かんないんだけど死んだの荒野。ちょうどね、連絡最近つかねえななんつって、そろそろ連絡取るわって言ってたところなんだけど、うん、カズさんとダンカンと飲めて俺と飲めないのかよ。なんで俺がお前と飲まないといけないの。ダンカンさんとカズさんだから俺は酒を飲むんだよ。お前と飲む酒なんかクソまずいだろ。詳しいことは明日確認するみたいなので今は騒いではダメですね。いや、タブーはないでしょ別に。騒いではっていうわけじゃなくて、別に死んだのか生きてんだか分かんねえのは分かんねえんだから、俺はちゃんと分かんねえっつってんだから、乗っかって別にネタにしてないじゃん俺。何がダメなの。こんばんは。死んだみたいなのは間違いないみたい。あ、そうなんだ。まあまあ、うん、ちょっとわかんねえな俺は。うん、なんでも自殺だったら俺は徹底的にディスるけどね、徹底的にディスる。ロハコ竹本も死んだ確証はないもんな。死んだ、あ、ロハコさんはあるよ、ロハコさんはある。うん、偉そう、そう、どうなんだろう、君が下から見てるからじゃないの、うん、シャンクスの赤髪はあれでしょ、赤毛のアンとかと同じノリの赤髪でしょ。俺の赤髪は違うでしょ、天然でこんな赤髪生まれてきたら嫌でしょ。シャンクスのかっこよさも異常だよな。シャンクスかっこいいよね。俺フィギュアっつうか、俺シルバー、ロハコさん墓分かってるんじゃなくて、管理会社に電話して、野田総理が、管理会社が死亡確認しましたっていう証言が取れてるからほぼ間違いない。俺フィギュアじゃなくて等身大のシルバー作るよ、俺そのもののフィギュア。っていうかショップ構えようか迷ってるんだよね、シルバーのショップやろうかな、どうしようかな。
新宿でなんか安い物件あるといいんだけどな。10万以下で安かったらね、全然ショップ構えるのありだなとか思ってて、ショップやりたいね。ショップだい厳しいね。 T シャツが30枚まだ売れてないからね。 T シャツがもっと履けるようになったら考えれるけど、ちょっと今の俺の力不足かな。まだそこまで知名度も人気もねえから、 T シャツ30枚履けない男だからちょっと厳しいね俺は。都内はね高いんだよ。だからあの光くんのお店すげえいいんだよな。あそこ3万とかじゃなかったかな。めちゃめちゃ安いんだよね。よく見つけたよなあれ。いや今ね、整理しようと思って、配線整理しようと思って、それ携帯で放送してんの。吉祥寺とかいいかもしれないけど、俺がさプラッと行けるたまり場にしたいから、なんかそのね、高円寺とか中野ブロードウェイ、中野ブロードウェイいいかもね。高いんだよね意外と。中野ブロードウェイいいな。安い物件ねえかな。ブロードウェイに店出すのありだと思うんだよね。ブロードウェイでやったらちょっとね、サブカルのお店とかもあるしね。あ、まあ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 、なんか予約制にしてからすげえ赤字だっつって笑ってたよ予約制ダメっすねっつって。やっぱヒカルくんが店頭に立ってないとお客さん来ないから。そうそう、ブロードウェイ意外高いんだよ。ブランドだからねブロードウェイは。でもね、ガラガラだよ。シャッター商店街みたいになっちゃってんの。ブロードウェイでお店やりたいな。でもさ、1店舗でやっぱ30万40万回収するの無理だよ。30万ぐらいかかるんだよね月。高円寺サブカルだけど価格が低いじゃん。だから無理。高円寺いいんだけど、あそこは激安ショップとかだから、古着とかアジアン雑貨とかになっちゃうんだよ。中野だったらね、電車で1本で通えるからいいかもしんないよね。中野でショップ構えるのは意外とありだと思うね。安いっつっても足立区でなんかやりたくねえよ足立区足立区リスナー今敵に回したな俺、足立区はいいや。足立区はちょっと、そうだからやっぱどこのショップで何か商売するのかって結構ね、味噌だと思うよ。まあだから新宿だったらさ、ほら配信者 YouTuber とかあるし、なんかコラボしやすいじゃん。プラッと和道の店行ったから YouTuber とかさ、なんか動線が引けたら面白いと思ってて、せっかくそのやっぱ配信といったら新宿っていうカルチャーになりつつあるから、こういうのをカルチャーって言うんだよな。生まれてるんだよね新しい文化が。この流れは大事にしたいから、まあやるとしたら新宿がいいと思うけど、そしたらさ地方から来た人も回れるじゃん。地方から来た人も、パル渓谷一覧、渓谷一覧お前。今から机の上片してちょっと配線周り整理しようと思って、まあデスクの整理だね。まあ普通に雑談やってるから大丈夫だよ。
まあしかし配信は民泊はやんないな。民泊昔やった経験があるからもういいや。高田の要はね、俺が好きな街って下北沢中野ブロードウェイ、まあ中野だよね、下北中野高田のおばばとか好きなんだけど、今そのなんつうんだろうな、商売やるとしたら、まあ、飲食はあるから配信関連だと俺がやりたいのはあのシルバーがメインなんだけど、あの品が足りないじゃん。だから配信者のブース、あなんて言うんだっけ、あのショーケースをさ曲がりするやつなんて言うんだっけ、あれやったら面白いんじゃないかと思って、かもしくは商品として取り扱う配信者のグッズを、つまりそこのお店行ったら配信者のグッズが手に入るっていう、そういうの面白くない？民泊は今問題になってるっていうか、規制がガチガチになって撤退しまくってるね。レンタルボックスね、そうそう、レンタルボックスか、まあそのまあ売り上げのパー在庫でうちで抱えて、まああの先に買い取るのか、先に買い取るのは無理かもしれないけど、まあレンタルボックスが一番いいんじゃないの、月数千円で貸してあげたらさ。そしたらさ、いいじゃん、面白いじゃん、うん、それ良くない？いいアイディアだと思わない？でまあうちでなんかプロマイドとかさ作ってさ、なんかそのオリジナルグッズも置かせてもらって売り上げなんとか、なんか仲間たちとなんか一緒にやりたいね、ちょっと仲間たちと一緒になんかやりたい。箱を持つのはリスクだけど、ケンタッキードメスティックパーティーとかやってみてれば。何それ、KDP って何？合同出資はしない。店の、初期コスト、スターティングコストはこっちで用意する。こっちで用意するっつうか、リスナーさんから花火もらう。みんなが用意する。合同出資にすると、やっぱ、良くないかなと思って。まあまあ、本当に乗っかりたいっていう人がいたら、合同会社なのか、まあ株式公開してもいいし。うん。わかんないけど、経営なんとかって。レンタルボックスありだよね。ただね、その、まあ、人件費はかかんないようなもんじゃん、俺らは。だから、人件費はいいんだけど、赤になるのは嫌じゃん。要は、光熱費、水道、なんだ、もろもろ。その辺をどうやってペイするのかっていうのは考えないとね。それがペイできたら、別に全然ありだと思うんだけど、俺がね、今興味あるのはアパレルなんだよ。もう飲食やり尽くしたし、ぶっちゃけ儲かるんだよ飲食は。儲かるっつうか、食ってくぐらいはできるの。バーやってた頃も後半はもううまくいってたから、一人で回す分には全然一人食ってくぐらいは余裕でできるんだよ。 Kindle ダイレクト、パブリッシング、電子書籍とか、いやー出さない出さない、めんどくさい。ゴーストライターがいたら出す。誰か俺のゴーストやってくれんならやるよ、売り上げ折半で。俺はもう出版物は自分で書かない。荒野と絡みあるよ俺。どう思うか、俺は自殺は肯定はしない、うん、自殺は肯定できない、うん、荒野のことは大好き。ただもし本当に自殺だとしたら俺は肯定はしないね、うん、カー君がいる？何カー君がいるってどういうこと？カー君がどうしたの？カー君、カー君って言うけど、なんかカー君イコール和道リスナーみたいな印象ついてるけど、俺カー君と会ったこと2回しかないよ。で、カー君と別になんか密に連絡取ったことないよ。いや、カー君ライターじゃないもん。カー君ライターじゃないもん、あの人。カー君何やってんだっけな？なんかの社長さんなんだよね。出版社じゃないよ。カー君が仕事やってて、そっからなんだっけ、あそこのなんだっけ、ナックルとつながってページがその会社の中でもらえるようになって、そこのワンコーナーをアドをやってみないかっていう話だった。
分かんない、荒野が死んだかどうか。俺は全然分かんない。ただ最近全然連絡ないっつうか、音沙汰ねえなっていうの、昨日一昨日ずっと話してたところだから、なんかあったのかな。これリスナーさんからもらったキーボードかっこよくない？エヴァンゲリオンカラー、これいいよね。アマゾンで買ってくれたの。てかまあ俺リスナーさん買ってくれたのっつうか、全部リスナーさんのね金で買ったもんだから、何を今更って話だけど、ね、そんなこと言ったらここに映ってるもん全部リスナーさんからだわ。あ、じゃあナックルズのトークライブね。東郷さんがつながり多分あるんだよ。東郷さんが、東郷さんめちゃめちゃ顔広いから。で、便所さんがナックルズの人に気に入られて連載をやってて、その要はページに映ったの、荒野と光くん。ある東郷さんかな、わかんない。東郷さんって俺は認識してる。やり手のキャットファイトとかやってる人かな。あと自身でバンドもやってるし、要はイベンター、プロの本当のイベンター、だから便所さんのバックにいる人。いや、捨て頃も東郷さんとの企画、あれだよ、香川万博一緒にやった人、東郷さん。あ、まあみんな知らないんだね。結構有名だと思ってたけど、だからプロの興行師で、もともと香川さんと香川万博っていうのを仕掛けたりしたんだけど、ちょっとまあ仲悪くなっちゃって、いろいろと。甲府の人なのかな、わかんない。バンドマンだね。俺もあんま捨て子の時とか挨拶するぐらいで、あとトークライブとかに顔出したら、あ、東郷さんお疲れ様ですみたいな。すごいね、なんかかっこいい人だよ。年齢便所さんより上なのかな、便所さん下なのか分かんないけど、多分便所さんが東郷さんって言ってるから年齢上だと思うんだけど、なんかかっこいい、かっこいいお兄さんみたいな。まあまあ配信者じゃないからね、東郷さんは。だからまあまあ実業の人だよ、東郷さんは。っていうか俺もよく分からん。まあまあ、なんか業界の人って感じの人。 BSP っていう飲み屋があるんだ。へえ。それ東郷さんのお店なの？手広いな。バックステージパスのことだね。モニターこれあれだよ、付き合ってた頃、まだのんちゃんがリスナーだった頃送ってくれたんだよ。これでも3万ぐらいだよ。これ3万ぐらい。めちゃめちゃ快適になったよ、これもらってから。これ付き合う前だよね、のんちゃん、うん、だよね、うん、そうそう。へえー、もんちゃんじゃないよ、のんちゃんね。もんちゃんはあれだわ、顎が出てることだ。顎が出てる億万長者。のんちゃん、これで AV 見たら逆に引く？いや別に引かないでしょ。それだけワイドだと作業楽だね。レッツノートの、レッツノートにここにブラウザ2つつけてやってるね。すっごい便利になった。これだとマルチモニターじゃなくて全然いいね、普通にこれだけで。まあ、もう1台欲しいけどね、これ。今は二分割画面とかついてる、よくわかんないけど、そのなんだ、 HE なんとかをつけると要は共有できるようになるの。だからレッツノートの画面とこのでっかいモニターで配信やってるね。あれ何インチだっけ？31。あれ31なの、うん、もっとでかいと思った。迫力あるよな。
釈迦のうんこだらけだ。机の下は別に何もないよ。ゴミ箱とあと空き缶があるぐらい。あとなんだろう、シルバー作る道具箱がある。特に何もないよ。いや、シーチューナーついてない。3万円のモニターについてないでしょ。てかテレビ見ないもん俺。ラブホに行った時騒ぐぐらいだよ。テレビだテレビだっつって。香港映画？生活感がある。香港映画見ないから分かんないけど、まあそうなんだと言いようがないよね。褒めてんのかディスってんのかよく分かんないけど、どちらかというと褒めなんだ。ありがとう。軽くディスなんだね。これがいいよ。これ5000円なんだけど、かわいいでしょ。これマジでこの、これはほんといいよ。これかわいいでしょ。これ JBL っていうスピーカーメーカー、もう PA さんはもう JBL 定番なんだけど、 JBL がねパソコン用の スピーカー出してる。これエスカルゴって呼んでんだけど俺が、かわいくて、これマジでおすすめだよ。5000円、音いいよ。5000円台でこの音は出ない。家で聞く分にはもうバッチリよこれ。 JBL ね、おすすめ。これはね買いだなと思ったもん。買って正解だったもの。 JBL は音いいよ。これ黒もあるかな。黒と白があって、珍しく白にした。これかわいいでしょ。ほらこうやって置いてもかっこいいし、こうやって置けるから、こういう風に、要はスピーカーとかの下に、あ、溝があるじゃん、ここモニターと間に、そこにこうやってかましてもいいし、でここのダイヤルがあるんだけど、これくるくるくるって、これで音量調整できるから、こう置いといてこうさーっと回すだけ。これ USB と、これなんだったっけ、 USB のみだね、電源供給は。エスカルゴいいでしょ。これね、インテリアにも可愛いし、すごくおすすめだよ。デザインいいでしょ。で、JBL は音が良くて、もうすごく有名なメーカー。うん。いや、これはいいデザインだよ。グッドデザイン賞あげたいよ、本当に。あげようか、JBL に。いや、でも今や、全部外してるでしょうか。音めちゃめちゃいいよ。でも音が鳴らしてみてって言ってもさ、スマホの音だから結局。この中で鳴らした音もスマホの音だから結局、バカじゃん。劣化した音しか聞こえないんだから。JBL で5000円は安いよ。うん。俺ね、27万のスピーカー使ってたのね。ライブハウスやってる時は。俺いいもの持ってるよ、もう。リスナーさんから貢がれまくってるもん。もう機材にバンバン投資してるから。俺はもう、もうでもさすがに欲しいもんだんだんなくなってきたけどね。欲しいものっていうか、これがあったら表現の幅広がるなに変わってきた。もうね、一通りは全部揃ってる。これがないと、これがあったらなっていうのじゃないね。こっからバージョンアップさせれるだけだから、もう本当配信環境5年間いろいろ勉強したりとか、まあ、知識も豊富になったけど、機材のあれだよね、こと一番詳しくなってるもんね。なにこれ、タップできるんだ。あ、これ電源でタップもできるんだ。これ電源オンオフできるわ、知らなかった。
こうペコペコ押せる。すごいすごい。俺物好きなんだよね。俺ほら日本人だからさ、つくも神ってあると思ってんの。10年物を大切にして使うと魂が宿るって考え方なんだけど、2つで5000円。まあ、まあ家庭用のパソコンモニターとしては5000円ってまあ音にこだわらない人からしたらちょい高いで、音にこだわる人からしたら激安で、まあ5000円のラインナップだと全然いいですよ。皆さんスピーカー困ってたらもう僕太鼓判をしますから、これ聞いてみ。 JBL 低音もすごくいい。悪性ではない、あ、悪性っていうか俺はよく誤解されやすいのが、俺何でもトライするのが早いの。気になったら必ず絶対すぐやるの。ただやってみてダメだったらすぐやめるの。意外と凝り性だよ俺は。凝るのは凝る、うん、だけど何でも手出してやってみて批評するタイプ、うん、いやこれはね本当おすすめだね。これは、ま、マジでおすすめ。これはね JBL 本当にいい仕事した。周りがやらなくなる、周りは俺一切気にしない。自分がこれじゃねえなとか、自分にハマってるなとかハマってねえなとか、もう全部自分基準。人の意見とか聞かないから俺。もう自分のテンションと勘だけで生きてるから。ノリだよノリ。あ、自分の人生なんだからさ。あ、これに乗り換えたら劇的に変わった？なに、偶然見つけたのこれ。俺と一緒だ。あ、これ気になるわって。劇的に変わるでしょ。 JBL はマジで音良くて有名だから。しかもデザインがいいんだよね。 JBL でね、まさかねパソコン用の作ると思ってなかったから。俺は釣り絶望的に下手なんだよ。釣れた試しがないの俺。本当に生まれた時から、生まれて初めて釣ったのさ、長靴だったからね。うん、坊主ってね、実を言うと俺 PA やってたんだよ。音響やってたのね、ライブハウスとかで。でちゃんと勉強したんだけど、坊主っていうのはみんなさ、カラオケで音がいいって有名じゃん。実はね違うの。坊主っていうのは特殊なスピーカーで、本当はね、スピーカーって3つに分かれてんの。今度さ、なんつうのかな、ライブハウスとか行ったらとか、コンサート行くと分かるけど、でっかい縦長でしょ。で上に穴が開いてるでしょ、こういう。でこれは高音域を出すスピーカー、ミドルレンジ、ウーファー。ウーファーは知ってるでしょ。ウーファーっつって低い音が出るの。3つに分けるのが普通の。でも BOSE っていうのはすごく特殊な技術を持ってて、1個の、要は紙なんだよスピーカーって。スピーカーもマイクも紙なんだけど、1個のスピーカーで全出力を出せる、安定して。要はロー、ミドル、ハイの音を1枚で出せるからコンパクトなの。でそこそこ値段を抑えられて、そこそこいい音が出るから BOSE っていうのはカラオケで採用されてんの。だから、カラオケで使うスピーカーの中では BOSE は最高級ランクなんだけど、JBL の方が全然ランクは高い。BOSE のスピーカー使わないプロは。そう、大変なの。要はね、簡単に言うと器用貧乏というか、まとまった音は出るんだけど尖った音は出せないの。だから割れちゃうの、簡単に言うと。だから特にクラブとかライブハウスっていうのは下の音っていうんだけど、ウーファーと高い音、ギターの鳴りとかをすごく気にするから、まあまず採用されないね。やるとしたらメインスピーカーの、サイドスピーカーみたいな感じで、かぶせる感じで音をマイルドにする感じで使うところはあるかもしれないけど、まあまあまあ、俺は BOSE 使ってるって言ったらにわかだなってなっちゃう。BOSE いいっていうのはね、やっぱカラオケでそこそこプロなのか、プロっぽい音が出るというか、だから素人っていうかね、一般的なスピーカーとしては BOSE は有名なの、カラオケで音がいいから。でも俺ら音響は絶対使わない。うん、あー、まあ BOSE はねちょっとあれなんだよ、普通のお店とかからするとランクが上なの。でもまあまあ、素人だよ。うん、音は難しいよ。だからレコードとか本当の人って、レコードって宙に浮かせるんだよ。お、知ってる？レコードって針でやるじゃん。地震とかさ、物音で針飛ぶでしょ。
だから200万とかの機材使って台でそのレコードを置く台は宙に浮いてるの、こうやってこうやってで、なんどうやって浮かせてるかっていうと4つ磁石をやって反発させてずっと浮かせるの。すごいでしょ。音とカメラに関してはもうキリがない。ケーブル1本200万とかそういう世界。電柱立てるとか、もう建物ごと音を作るために変えるとか、もうそういう世界だから難しい。音は JBL はヘッドホンは俺はオーディオテクニカで、あのね、正直言うとね、今のオーディオテクニカはちょっとって感じ。要はね、昔は尖ってたのよ。俺はオーディオテクニカ昔から使ってんだけど、最近のオーディオテクニカはね、方向性が変わった。多分ね、作ってるやつのコンセプトが変わったんだと思う。昔は DJ 用に作ってて、これ普通のヘッドホンこうやって開閉する DJ 用なの。これどういうことかっていうと、こうやってつけてて、こうやって片方で聞く。 DJ がさ、よくこうやってやってるでしょ。こうやってやってるイメージない。これってどういうことなのかっていうと、外でお客さんが聞いてる音を右側で聞いて、機械的に中で作ってる音をこっちで聞いて確認してんの。要は機械的な音と外の音、お客さん聞いてる音にズレがないかっていう。で、昔はこのオーディオテクニカっていう DJ 用 あのヘッドホンシリーズがすごく良かったのは、下の音がバンバン出んのよ。だからこれびっくりするのが、もうなんつうんだろうな、すごく良かったので、その頃はね、耳が痛くなってたんだけど、最近のはね、パッドが丸くなって耳の周りにつくようになったりとか、こう機能性がすごく良くなってるんだけど、音が尖ってないの。要はソニーの定番ヘッドホンみたいになっちゃってて、要は尖った音を出すっていうよりも、より音源に近い音を出すっていうコンセプトに変わっちゃったから、俺はね、ちょっと面白くなくなったね、オーディオテクニカは。で、JBL に関しては、スピーカーのメーカーであって、ヘッドホンのメーカーではないです。イヤホンはダメ。あの、音楽聴くやつでイヤホンがどうのこうの言ってるやつは、俺は信用できない。音楽はイヤホンで聴くものじゃないです。はい。あのね、どんなに高い10万円するイヤホンでも、2万円のヘッドホンには勝てません。もう勉強してる人は絶対わかんの。絶対使わない。で、イヤホンも Bluetooth 使ってるやつはにわか。 Bluetooth 絶対使わない。それは理由がある。で、なんでかっていうと、 Bluetooth の規格っていうのは通信規格で、音が必ず劣化するの。だからもうイヤホンと Bluetooth を使ってる時点でもう音が聞き分けられてないやつなの、完全に。で、うわー、BOSE のイヤホンいいねとか言ってるのはにわかだよ。音聞いてクソだから。ほんと100均のイヤホンで BOSE だって言っても、あ、わかんないよ、そいつは。どうなんだろうな。ヘッドホンに関しては俺あんま詳しくないわ。ヘッドホンに関しては詳しくない。もうオーディオテクニカ1本だから。ただ、今のオーディオテクニカのこのシリーズに関したら、俺はちょっと物足んない感じがするっていうのもね、ヘッドホンって難しくて、まあ楽器とかもそうなんだけど、まあはっきり言うよ、1万円以下のは全部ゴミなので、2万円3万円するのからいい音がするやつなのね、2、3万円。だけどヘッドホンの世界って奥が深くて、本当にすごい10万とかもう7万超えるヘッドホンってびっくりするけど、リアリティが半端じゃないのよ。ただね、俺はヘッドホンに7万とかかけらんない、無理だから詳しくないの。要は2万円台の、なんつうんだろう、まあプロが初級でまあ使うぐらいの、もう本当に本当のガチガチのレコーディングスタジオはそれこそ本当にもう何十万とかするヘッドホン使うんだけど、俺はライブハウスの PA だったから、外音でしょ、中音がメインじゃないから、ある程度把握できればいいの。だからそんな詳しくない。あのね、逆にレコーディングの PA はめちゃめちゃ詳しい。なんでかっつうと、 CD に落とす音を聞いてるから。だから構造の問題だよね。まあそりゃそうだよ、もうアンプありきだよ。それはもう全てそうだよ。まあでもね、あのにわかがさ、あの高い10万のヘッドホンをさ、 iPhone のさiPhone つか iPad のさ、iPod か iPod のさ、ダウンロードしたさ、劣化した音でさ、これ音めちゃめちゃいいんだよとか言ってると笑えるよね。
俺友達でいたもん、5万のヘッドホン買ってきたやつで MD 聞いてんの、お前バカかって言ったもん。意味が分かんないと思うの。じゃあさ、 CDMD、CDMD、レコード版どれが一番音いいと思う？ CDMD レコード版どれが一番音いいと思う？さあクイズです。この3つの中で言ったらレコード。はあ、素晴らしいね。その通りです。実はレコードが一番音が綺麗の。そう、もう息遣いまで聞こえる。アナログには勝てない。で、その次に CD なんだよ。だから MD で聞くとかありえないの。そう、音域が広いっていうよりももう、なんつうんだろう、すごいよね本当に。あの昔のだからレコーディング技術ってすごいよ。一発撮りだからね、音圧も全然違う。だから音がね好きな人はやっぱりレコードですよ。 MD はそう、カセットよりもいいっていう。でも本当はカセットもいいんだよ。すごく雑音もちゃんと入ってるもん。要はレコーディング方法がさ、ほらレコードの時とか一発撮りじゃん、あれ。だからマイク一本でスピーカーとかアンプの位置をこうやって調整してドラムの距離とか測ってたんだよ。今それデジタルで処理するわけじゃん。だから昔のレコーディングでやってた PA とか半端じゃないと思うよ。腕が、あれは半端じゃないよ。要は距離感で出すんだから。それをいや、まあまあもう傷ついたらアウトだからね。傷ついたら一発で終わりだよ。そういう世界だよ。で傷で音作ってるわけだから。いいじゃんいいじゃん、大事にした方がいいよ。初見さんいらっしゃい。まあまあ MD はだからまあ便利だよね。だから女の子とかさ、音楽好きとかいう子にさ、ヘッドホンとかさ、ちゃんといい音で聞かせてあげると「えこんなに違うの？」って言うよね。知らなかったっつって、私も欲しいっつって。若い子とか知らないから。10代の子とかね、やっぱそういうさ、昔はさ、なんかオタクなおじさんが周りにいたじゃん。カメラだったらこいつとかさ、音だったらこいつとか、ギターだったらこいつとかさ、だんだんさ、そういうオタクが少なくなっていって、なんかアニメを見るやつがオタクみたいなの、なんか許せねえよな。思わない？オタクってそういうもんじゃないからっていう。いるでしょ、昔さ、なんかに詳しかったら地元ではこいつに聞こうみたいな文化あったじゃん。あれがね、なくなったの俺悲しいんだよな。なんかネットで調べちゃったらもう全部済むから。で、オタクイコール気持ち悪いデブのなんか女の子、萌えの女の子を追っかけてる人でしょ。違うよ。むしろあんなのオタクが軽蔑してるんだから、あんなの本当のオタクじゃないんだよ。悔しいよね。だからそういうなんか希少な存在になりたいよね。俺友達に板金屋欲しかったもんな。板金ができる親父が仲間に欲しかった。バイク乗ってた頃は板金屋さ、友達欲しくなかった。昔、まあ、今でもね、板金はいや、溶接できるってかっこいいよね。男と男からしたら、
音響とかは今でも生き残ってるでしょ。カメラと音響は未だに熱い議論を交わし合ってるよ。でもまあ少なくなったけどね、だいぶね。でもね、俺ね、唯一こだわってないのがマウスなんだよ。マウス、なんでかわかる？なんでかわかる？マウスはこれ300円とかの。なんでかわかる？使えりゃいいから。ここには金かけてない。マウスもいいの買おうかな。だからマウスにさ1万とか2万とかかけるやつよくわかんないのよ。やっぱね、実用性なんだよ俺。うん、だって使えりゃいいわけじゃん。使えりゃいいわけだから。だから意外とね、その自分の予算の中で最高のパフォーマンスを出すかどうかが俺のテーマなんだよ。で優先順位があるの、今必要なものって。だから中側から俺は結構整えていくよね。こういう側のものはね、光るキーボードとか2万とかかけたりとかあんましないタイプの。ロジクールのゲーミングマウスいいんだ。へえ。おもり付きのマウスとかあんだ、まあ、ゲームはね命取りだって言うもんね、一瞬がね。俺キーボードはでもガチャガチャするのが好きなんだよね。あのタイプライターみたいな昔のやつ、太いベコベコベコガチャ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 って音が鳴るやつ。あ、ショートカットは便利かもしんないね。あー、はい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 、小さいのはダメだね、デザイン重視でね。わかるわかる、あるあるだよね。溶接できるの？今でも東京来ちゃってバイクとか持ってないもん。昔だったらさ、あのマグナ乗ってたんだけど、マグナ新品で買ったんだけどさ、チョッパーにしてあんのよ。ロングスイームアームだっけな、チョッパーね。で俺ケツをロンスインしたかったのよ。ただゴリラとかさ、モンキーとかあるのよ。だけどそのゴリラとモンキーのロン水を、要はチョッパースタイルでこう、なんだっけ、フォークをこう傾けるやつあるじゃん。なんつんだっけな、あれなんとかツリーだったかな。チョッパースタイルにして、でケツを落としてロン水吐かせて、でハンドルをフォークに直付けのやつでこう乗る、かっこいいだろ。要はチョッパースタイルのこうやって足も突き出すんだよ、原付きなのに。だからこういう風に乗るっていうバイクを作りたかったの。あー、やろうかな、マグナ買おうかな。 こういうトリプルツリーだ、ロンね、フォーク伸ばしてトリプルツリーで傾けてロン水で落とすっていう、かっこいいんだよ。うん、マックでふわっち、え、できないの？お、不動産屋久しぶり、元気？うん、いやー、なんかね、作りたいバイクあったよ、うん、作りたい理想のバイクあった。ただね、俺ね、一番最初にマグナ買った時ね、パーツが安いから CC バーつけちゃったのよ。あのアメリカンで CC バーはダサいな。うん、それ運営さんにすぐメール行った方がいいよ。不具合気づいてないと思う、すぐ対応してくれるよ。運営さんに文句言いな、サファリで見れねえよって。ゼロスタイルのハーレーがきっとツボに入る。あのね、俺ね、ハーレーダビッドソンに関してはもう終わったっていうか、ハーレーは死んだ会社だと思ってて、俺がね、好きだったハーレー乗りたちが言うんだよ。あのね、いいバイクの条件が3つあるとしたら、みんないいバイクの条件3つ書いてみて。みんなが考えるバイクの性能とかいいバイクの条件3つ、さあ何でしょう。これがね、ハーレーっていうバイクの魅力なんだよ。エイプに CC バーか。まあ CC バー微妙だな、俺の中では。うん。スピードね、まず1点目。速い。バイク、速い。あとは速い。まあ馬力。馬力はまあ、あのね、排気量の問題だから、馬力ではないね。うん。スピードだよね、まず。うん。音、そう。静かであること。うん。排気音ね。静かで速いこと。そして何でしょう。うん。バイクに求められてること、静か、速い、あとは、うん、軽いは違うかな、軽すぎてもダメだから、見た目じゃないんだよ、見た目は趣味だから。要はバイク業界が争ってること、日本がね、これ株とかがいいんです、あれだよ、わかるでしょ、
株とかに求められてる。株はそれ最高峰だから。小回りはねバイクそのものだからね、うん、燃費なんですよ。そうスピードとね速さと排気音を静かに、そして燃費が良くっていうのをどこの会社も競ってるので、ハーレー乗りっていうのは1年に1回ハーレーアメリカ大陸に返すのよ。でハーレー乗りたちをふわーって暴走族みたいに走るんだけど、その時にねデブのおじいさんがこうやってハーレーまたがってる時に、おい小僧って、ハーレーっていうバイクはどういうバイクか知ってるか、うるさくて遅くて金がかかるんだよ、これがハーレーだっつったの。超かっこよくない？しかも壊れるって言ってたから、ね、だからハーレーは自分で直すんだよって、壊れるの前提で作ってあるんだってあホンダは壊れねえだろって、川崎は壊れねえだろ、ヤマハも壊れねえだろって、ハーレーはレンチを持って乗るんだよっつって、そう壊れるんだよ、これがハーレーダビッドソンなんだよ。だけダメなんだけど、アメリカ人ってさガレージで車を直すでしょ。これ深い話になるんだけど、アメリカの人たちってもう最近俺も考えてることなんだけど、リペアっていう文化を取り入れてんだけど、あのね商品を買うっていうのはこの作った人の商品が所有者なの。ユニクロが作ったらユニクロのもの、ホンダが作ってバイク乗ったらホンダのものなんだよ。でホンダに金を払って直しに行ってたらホンダの要はいいようにされてる。だけどあいつらアメリカ人っていうのはこだわりがあって、壊れた時自分でエンジン直せるように、タイヤ交換できて全部できるようになって自分のものになるんだって考え方があるの。要は自分で直す、構造を完全に理解する、自分のものにして自分のものにするっていう、これかっこよくない？俺だからねGパンとかも長く持つものを買って直してちゃんと履くっていうのをね取り入れてんだよ最近。うん、これはね結構かっこいいなと思ってて、やっぱ貧乏になってくから日本人、多くの日本人がなんかこうリペアの文化とかをかっこいいっていう風潮を作っていきたいんだよね。物を長く、いいものを買って長く使ってっていう、俺はだからそういうなんか消費社会みたいなものにちょっとあの反対かな。今の俺には分かんない感覚。うんだ、乃木平は平成っ子だから。いや物を超えるんだよね。だから名前つけたりするの俺好きなんだよね。相棒に名前つけるみたいなね。だからエスカルゴとかさ勝手に名前つけるわけだ。これがやっぱあのオタクだよね。専門の名前がついたら自分のねアイテムに、だからもうアイテムを超えるからね、相棒になるから、そういうの大事だと思うよ。BB キングのルシールね、まあベックが流行らせた文化だけど、ルシールね。あーでもなんかベックのさあの銃弾撃ち込まれたっていうエピソードはいいよね。あれ BB キングのルシールさ、そうそう、あのレスポールのギターなんだけど、 BB キングの本当のエピソード、ルシールって本当に愛してたんだけど、あのバーであのルシールっていう女を取り合って口論になるんだよ。で BB キングが演奏中に火事になるのかな、その喧嘩が原因で。でそのギターを取りに行ったって言って、有名なギターがルシールって言うんだけど、ホワイトファルコン俺大好きだよ、かっこいいよね、弾きにくいけどいいよね、ホワイトファルコンかっこいいよ。いやいや、音楽やってたら有名だもん。特にほらベックって漫画が流行ってたから、俺らのあの時代は。ルシールはそのベックはあの拳銃の銃弾の跡がついてるんだけど、そのエピソードをもじってルシールって女を取り合って銃弾を受け止めたギターって言って、その銃の跡がついてるの。そうだから BB キングのルシールをもじってエピソードを取り入れてるの。だから本当にあるんだよルシール。
グレッチでいいよね、ホワイトファルコン。鮫島さん何？迎えに行かなくていいのって何？何やったの？何やったの？はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年4月の5日22時54分です。トム・ソーヤ池上から営業の電話来たんだけど、明日 YouTuber で一日店長やるから飲みに来てくださいって。ふざけんなよ。放送中だよ。いや、トム・ソーヤ池上から営業の電話来た。YouTuber で一日店長やるから、飲みに来てくださいと。ふざけんな、携帯で配信やってんだよ。金梅の心臓グッて？心臓グッて？警察呼ばれてる？心臓グッてって何？心臓グッて？どういうこと？心臓グッてって。え、何何何？何心臓グッてって。え、何心臓を殴る何心臓を殴るって心臓を殴るって何みたいな、どういうこと？みたいな、ほっとけいいじゃん。はい、ワドツー、アイテムありがとう。荒野のことでサメちゃんがキャスバーに乗り込んで金梅さんの胸のあたり殴った。なんで荒野が自殺した件で。おお、おお、心臓を殴られて痛い痛いって検察呼んでたおほおほお、いや、まあ人殴ったら警察呼ばれるでしょ、うん、人殴ったら警察呼ばれるよ。え、何実刑ってそんなに、何思いっきり言ったの？PC 今、気合いや、片してんの。配線が多くなってきたから、配線周り整理しようと思って。え、で、配信は止まったの？あ、アメリカ人いんの？大丈夫だ、じゃあ。何？俺に行けってこと？金梅サメちゃん、警察で話してる？渾身の一撃？うん。あ、俺に行けってことを言いたいの？みんなはどういうこと？ただ報告？こんなことあったよってこと？あとこんなことあったよってこと？どういうこと？報告？ハト？ねえ、ねえ、磨く？なんか電子パックがでかくなってきたな。なんか怖いんだけど、膨れてねこれ。え、なんか膨らんでんだけど、電池パック大丈夫かこれ。なんかパナソニックのレッツノート、レッツノート、電池パックがなんかでかくなってんだけど。え、爆発とかしないよね？大丈夫だよな、パナソニック信頼していいよね？大丈夫？なんか確実に浮いてるんだけど。え、
なんか最近安定しねえなと思ったんだけど。バッテリーリコール出てる？マジで？ちょっと待って、これ不良品なの？マジで？あれ、これ電池パックってつけないと電源つかないんだっけ？え、これ刺したら電源つくのかな？あ、つくんだ。え、電池パックなくてもつくんだ。え、すごくねえ、レッツノート。電池パックがな、え、つかないの？ついたよ。すげえな。ん？荒野に電話しても出ない。あー、あのね、荒野ね、死んじゃったっぽいよ。へえ。え、なに、リコール？ちょっと待って。俺の、もしかしてこれ不良品？え、パスワードが正しくない？え？え？リコール、どうやって調べればいいの？リコール、ちょっと待って、リコールどうやって調べればいいんだ？リコール、ちょっと待ってよ、不良品なの？え、なになになに、どうなるのこれ、ほっといたら爆発すんの？マジな話、燃えちゃうんじゃない？燃えるの？俺のパソコン、マジで？のりこからもらった宝物なのにね、これ最強の武器だもんね、のんちゃんね、うん、これのりこも、これものりこが買ってくれたんだよ。え、これ付き合った後に買ってくれたんだっけ？付き合う前だっけ？付き合ってから。付き合ってからだっけ、うん、え、俺付き合ってる女から貢がれるとか嫌いだから、そういうことしなくない？付き合う前じゃないのこれ。付き合ってからだよ。付き合ってからだっけ、うん、俺付き合ってる女からこんないいもんもらったの？のりこ、うん、すげえいい彼女だね。俺なんかしたっけ？あ、いいか、吉野家連れてってるもんね、うん、うん、レッツノート117万台リコールこれ絶対含まれてるでしょ、うん、はい、お疲れっす。リコール、リコール、リコール、バッテリーリコール、バッテリーリコール、ちょっと待ってね、あれ、バッテリーのリコールどこだ、いや、携帯で放送してるからそっち側に URL 貼られてもな。え、バッテリーリコールで検索するよ。レッツノート、バッテリーレッツノートリコールで検索して、重要なお知らせ、ノートパソコンバッテリー、え、何、新たなお願い、発火する可能性がある、え、これどうすればいいんだ、対象商品、え、俺のバッテリーどれだ、え、どうやって、どうやって調べんだこれ、どうやってやんだ、やり方がわかんねえな。バッテリー診断プログラム、え、 CFRZ、 どれだ、 CFA、 わかんねえなこれ、どうすりゃいいんだ、俺のがリコールかどうかわかんねえんだけど。CFAX、 これじゃねえな。あ、診断プログラムってある。バッテリー診断プログラム。対象機種 RZ、RZ、RZ。え、俺のバッテリー別に大丈夫なのかな？でも膨れてるってダメだよね。
SSD なのかな、わかんない。これ SSD なのかな、のんちゃん。SSD。これ SSD なんだ。SSD だって。明日電話してみっか。中国組み立てって書いてある。でもあのね、もう発売されてないんだけど、これ配信者向きのすごいレッツノートがあって、これねどういうことかっていうと、レッツノートあるじゃん、内部電源と外部電源、要はバッテリーがあって、こっち側のバッテリーが切れると30分放送ができるので、ガチャって放送中に外して入れ替えられるの。要はこれを何個も持っときゃ永遠と配信できるっていうレッツノートが売ってたのよ。すごいでしょ。ただなんで俺はそれを買わなかったかっていうと、なんでこんな5キロもするバッテリー買ったかっていうと、要はね、旅配信の時の経験で、こいつを充電するために1時間おきとかに睡眠中にこう入れ替えないといけないのがだるいっていうの分かってたからの、うん、ねえ、なんか殴ったらしいよね。これなんだろう、大丈夫なのかな、このバッテリー大丈夫なのかな。バッテリー気になるよ俺。バッテリーどうやって調べんだ。まあ明日電話してみっか。あ、そう、膨らんでるようだとちょっなんか気持ち膨らんできてるような、なんかぐらつくもん。ちょいぐらつくからやっぱ膨らんでるっぽいんだよな。でもこれ危ないよね。燃えちゃう。燃えちゃうよねこれ。それはそれで面白いけどな。宝物だからね、これ商売道具だから。まあ、いいや、電源切ろう。はい、おやすみ。まあ、鮫島さんも男気っつうかね、後輩思いだからな、あの人な。でもね、殴ったらダメだよ。殴っちゃおしめえだよ。そう思いません？どんなにムカついても殴っちゃダメだよ。殴ったらフォローできんよ、兄さん。鮫島さん意外とヤンキーだからな。いや、ふわっちやばいと、ふわっち全然関係ないでしょ。この話の流れでどうふわっちがやばいのかっていう。ねえねえ、これさ、思ったんだけどさ、 Wi-Fi のルーター、この安いやつなんだけどさ、これ変えたら速くなんのかな。Wi-Fi のルーターって変えたら速くなる？どうなの？ルーターってなんか高いやつあんじゃん、売ってるやつで。ああいうのどうなの？ルーターあんま変わんない？なんか速度が遅いのルーターのせいなのかなと思って。ねバッファローじゃない、あ、IO データ、 IO データって書いてある。全然違う。なんかすごいのあるじゃん、こんな角生えてるみたいな、わかる？なんかカニみたいなやつがあんの。ゲーム用ルーター使ってる、速度3倍ぐらい違う。あー、違い出そう。ちょっとなんか高いやつに変えてみようかな。ノエルみたいだな、この画面ぴったりで、ミラクルフィットだ。途中の作りかけ、違和感全くないでしょ。この未制作のものばっかりだからね。ナイフとかね、石膏ナイフとかね、やろうとするけど何一つ完成してない。
そうじゃ、サプリメントがいっぱい出てきた。うちはケーブルだからあんまり変わらん気がする。ケーブルはまああんま影響なさそうだよね。俺もそんな気がするよ。ランケーブルは早いのつけても。え？ランケーブルは早いのつけた。ああ、あの配線ってことでしょ？そう。うん。ありがとう。あ、なんかスッキリするな、いいな。なんか机がいいよ。広いっていいな。物置きすぎだな。こういいな、なんかな、新鮮な感じするな。うん。インターネット、うん、まあまあちょいなんかアップロードとか遅い時があったりするなみたいな印象なんだよね。なんかさ、ロハコさんの家そうだったんだけど、会社とかさ、あの NTT のさ、このなんつうの、こいつこいつとこれが一体になってるやつ早そうだよね。なんか NTT だとね、なんかこれとこれが一体になってるやつくれるんだよ。なんなんだろうあれで、今回はなんでこれを片したかというとですね、配線を変えます。僕配線をケーブルをさっぱりしたっつうか、もうこっちはごちゃごちゃだよ、もうカオスだよこれ。見てこっちぐっちゃぐちゃだから、ただ机のものを移動しただけだよ。何の根本的な解決にはなってない。ここにただ移動しただけだから。まあでも拭いたからね。よいしょよいしょ。この辺を整理します。まず、よいしょ。データ、すごいやらないでしょ。今まで使ってたのがこいつなんですよ。今まで使ってたのこいつなの。もう電源タップ、これを変えます。今日電源タップ交換です今日。ああ、なんでサメちゃんが金梅さんを殴って被害届出しに行ってんの。金魚さん、それをなんで俺に質問すんの。なんでサメちゃんが金梅さんを殴って被害届出しに行ってるのかは別に考えてもいいと思うけど、その質問を俺にしてなんで俺が回答できると思ったのかが分かんない。別にその疑問を持つことは、その疑問を持つことは一向に構わないんだけど、その質問を俺にぶつける神経が分かんねえわ。なぜ俺がな答えを知ってると思ったの。俺鮫島さんじゃないから。全然よくわかんないよ。でこのこいつをどうするかだよな。はい、こんばんは、ウータンさんいらっしゃい。どうすっか、こいつを。っていうか何にもない机って、何にも断捨離っていいな。もう物全部捨てて、なんかシンプルな生活もいいな。何にもない部屋が欲しい。何にもない部屋が、こういうのいいよね。なんかシンプルって逆にかっこいいね。ここまで何もないと、うん、ちょっと配線もあるよね。ハートありがとう、アイテムありがとう。これいいな。出ねえよ。いや、なんか捨ててもうまっさらになるっていうのもありだなっていう。捨てないよ。だから何もないその部屋ってかっこいいよね。ミニマリストってかっこいいよね。まあ、物ごちゃごちゃした部屋も好きなんだけど、清潔感がないと意味がないからね。部屋にパソコンと、ああミニマリストだね。うん、ドラムうまい。ああ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。
YouTube でね、ワドをドラムってやると出てくるからね。さてどうすっか。あのね、なんで俺が今止まってるかというと、ここに物いっぱい置いちゃったでしょ。この下にね、電源タップがあるんだよ。完全に考えてなかったんだよね。掘り起こすか。いや、机の上に今ソファーがぐっちゃぐちゃなんだけど、最悪な状況ですよ、最悪な状況。電源タップどこ行った。やばいよこれ。あと先考えてねえかんな。うーん、参ったな。やめっか。でもマジでどうすっか。どこ行った電源タップ。いたか。こいつか。あ、いた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 。こいつにします。電源タップ、新しいの。いたいた、いました。のんびりやろうか。うん、どうした、何参った。あ、皆さんお疲れっす。いや別にどうもしてないっす。このじゃあ、ま、丸の電源タップをこいつに変更します。今まで4発だったの、こういう4発の電源タップを